皆さん、こんにちは。ここ数年で一気にジェンダーレスな外見へと変化し、美しさを増していく歌手の氷川きよしさん。そんな氷川きよしさんは、2022年に活動休止を発表してから、表舞台に立つことが一切なくなり、芸能界復帰は絶望的という噂がありました。現在は何をしているのでしょうか。また、氷川きよしさんには結婚相手がいるとの噂があり、活動休止との関係を指摘されていました。そこで今回は氷川きよしさんの活動休止中の現在の様子や復帰について、さらに結婚相手の正体についてご紹介していきます。福岡県で生まれた氷川きよしさんは、中学生の頃から歌手を志しており、芸能部のあった福岡第一商業高校へ進学し、歌手になるためのレッスンを受けていました。当時氷川きよしさんはロックやポップスに興味がありましたが、先生から演歌も歌うよう勧められ、しぶしぶ演歌の練習を始めたそうです。しかし、実際に演歌を聴いているとハートを感じ、徐々に演歌の世界へハマっていったといいます。高校3年生の時、NHK の素人参加型テレビ番組、BS 歌謡塾あなたが一番に出演した氷川きよしさんは、審査員を務めていた作曲家の水森英夫さんにスカウトされます。これをきっかけに上京し、水森英夫さんに弟子入りしましたが、若い男性演歌歌手という立ち位置ではなかなか芽が出ず、下積み期間は3年半にも及びました。そして2000年、氷川きよしさんが23歳の時に箱根八里の半次郎でようやくデビューを飾ると、持ち前のルックスと高い歌唱力、ビートたけし命名という話題性が相まって、瞬く間に大きな注目を集めることとなりました。同年末にはレコード大賞をはじめとする音楽賞や最優秀新人賞を総なめにし、演歌界のプリンスなどともてはやされます。また翌年2001年に発表した2枚目のシングル「おい追っかけ音次郎」以降は、氷川きよし名義のシングルはすべてシングルチャートベスト10入りを果たしています。この記録を保持するのは演歌歌手では氷川きよしさんのみです。2006年に一見で日本レコード大賞を受賞し、歴代4人目のレコード大賞3冠を記録すると、翌年2007年にはきよしの「ソーラン節」で日本有線大賞史上初の4回目の大賞受賞も獲得しました。またNHK 紅白歌合戦には2000年より毎年出場し、2008年には白組の大トリを務めています。2017年に第50回日本有線大賞で4年ぶりかつ歴代最多となる9回目の大賞を受賞し、2020年にはデビュー20周年を迎えました。そんな氷川きよしさんは2022年1月に同年12月31日をもって活動を休止すると発表しました。活動休止後も自身のインスタグラムなどでは自身の近況を発信し続けています。そんな氷川きよしさんの芸能活動休止の理由は事務所が発表しています。気になるのは活動休止の理由ですが、22歳からファンの皆様の真心にお答えしたいという思いがエネルギーでしたが、なかなか心と体が思うようにならなくなったと説明しています。一部の雑誌社に日々追われており、精神的に追い込まれていたことも理由の一つでしょう。またリフレッシュのためお休みをいただくことにしましたということで、このまま芸能界を引退ということではなく、復帰には前向きなようで安心、絶望的との噂もありましたが、氷川きよしさんご自身は前向きなようです。氷川きよしさんの知人によれば、地元福岡に住む肉親の体調が芳しくなく、東京との往復生活を送りながら面倒を見ているようです。氷川きよしとしての路線変更を決意した際、一番の理解者は母親だったそうですからね。海外で性別適合手術を受けることも考えた際に、大先輩である三河健一さんなどから親からもらった体を傷つけてはダメと反対され、思いとどまったそうですとのこと。しかし母に相談すると手術を受けることを快諾してもらったようで、現在は性転換も済み、
体も戸籍上も正真正銘の女性になっています。女性ホルモンも欠かさずに投与しているようで、テレビで見かけるたびに視聴者からはまた胸が大きくなっていると話題になっています。女性ホルモンを投与するとうつ状態になると昨今よく取り沙汰されていますが、氷川きよしさんはやっと自分らしい生き方ができるようになり、毎日が本当に幸せとのことでした。事務所とは独立に向けて話し合いを続けていると噂されています。ただ現在氷川きよしさんが所属するながらプロダクションにとって、氷川きよしさんは稼ぎ頭、ながらプロダクション側としては何としてでも氷川きよしさんの独立を止めたいらしく、いろいろ揉めているようです。また今後はジャニーズ事務所を退所し、新しい会社 2B を設立した滝沢秀明さんとも接点を持つのではないかなどとも噂されていて、氷川きよしさんの復帰後の動向も注目したいです。また最近の氷川きよしさんは氷川きよしではなく、現在はキーナと改名しています。なぜキーナに改名したのかというと、ここ数年の氷川きよしさんの変貌ぶりを見てるとなんとなく想像がつくことですね。氷川きよしという名前は男らしい名前、しかし最近の氷川きよしさんを見ているとどんどん中性化していますし、男らしさというのが重荷になってきたようです。氷川きよしさんは子供の頃キーちゃんと呼ばれていて、最近は自分のこともキーと呼んでいました。自分のことをキーと呼び出したのは2019年の11月の新曲発表会と言われています。新曲大丈夫最上の先導の発表会で、氷川きよしさんは本来の自分に戻りました。新生氷川きよしキーナと発表。その後、自分がよりナチュラルに生きれるようにという意味でキーとナチュラルを合わせてキーナとなったそうです。男らしく生きてほしいって言われると自殺したくなっちゃうから辛くてと口にして、世間と自分の間に生じた埋めがたい溝を赤裸々に語ったこともありました。最近の氷川きよしさんにとって氷川きよしという名前は重荷だったのかもしれません。しかしデビューから20年以上氷川きよし名義で活動してきて、しかも日本中の誰もが知るぐらい知名度の高い演歌歌手。氷川きよしという名前の知名度が高いがゆえに、キーナという名前が世間に浸透するのは難しいという意見が多いです。さてイケメン演歌歌手として女性人気も高かった氷川きよしさんですが、2010年頃から女性との熱愛を噂されることは一切なくなり、数名の男性との仲がささやかれるようになりました。そこでここからは氷川きよしさんの歴代彼氏と結婚相手についてご紹介しましょう。俳優の松村雄基さんと氷川きよしさんは2010年にお泊まり愛をフライデーされています。この記事では2人が仲良く夜の街を歩く様子も掲載されており、その中には氷川きよしさんが松村雄基さんのパンツのバックポケットに手を入れている姿がキャッチされていました。距離感も近く、たびたびボディタッチをしていたようなので、交際していることは間違いないだろうと言われました。その後2人は一度破局したと噂がありましたが、氷川きよしさんの持つ別荘で密会していたところを目撃され、交際は続いていたのではないかと推測されています。また歌手の平井堅さんと氷川きよしさんは2006年に台湾の新聞記事で交際を報じられたことがあります。この記事には2人が台湾の街で堂々と手をつないで歩いていたと書かれていました。ではなぜ台湾で話題になったのかというと、平井堅さんは台湾にもたくさんファンを抱えており有名人だからです。そんな平井堅さんが男性と手をつないでいたとなれば台湾でも大騒ぎでしょう。しかしこの記事には2人が実際に手をつなぐ写真は掲載されておらず、確実性に欠けるため報道はこの1回で徐々に沈静化していきました。平井堅さんはカミングアウトこそしていないものの、恋愛対象が男性であると長年噂されてきているので、この情報も真実であった可能性は十分にあります。さらに
グルメリポーターの彦摩呂さんは自身のインスタグラムでたびたび氷川きよしさんとのツーショットをアップしています。2021年3月には氷川きよしさんの自宅で串揚げをご馳走になったと豪華な串揚げの具材写真を投稿しており、自宅にも招かれる仲のようですと、ここまでは特に恋人だと断定できるほどの出来事ではなく、至って仲の良い友達という捉え方ができますが、実は彦摩呂さんは昔からゲイだと噂があり、新宿2丁目の店にも頻繁に訪れていたそうです。そのため氷川きよしさんとも親密な関係なのではと言われています。これまで噂があった松村雄貴さんや平井堅さんは高身長でワイルドな印象があるので、彦摩呂さんは氷川きよしさんのタイプではないようにも思えますが、彦摩呂さんが氷川きよしさんのことを非常に気に入っているようです。2022年いっぱいで芸能活動休止を発表した氷川きよしさんですが、2023年現在氷川さんに恋人の噂はないため、相手に関しては分かっていません。ただかつて噂された松村雄貴さんと現在でも関係が続いていて、このまま結婚するのではないかという噂もあります。松村雄貴さんはもうすぐ60歳を迎えるわけですが、未だに結婚をしていないため、その可能性も十分にありそうです。氷川きよしさんが活動休止を発表した理由についても、恋人とゆっくり過ごしたかったからという声が寄せられるほどです。氷川きよしさんは芸名をキーナに改名したいと公言しており、キーナ名義の曲も発表しています。改名と同時に、これからはありのままの自分で生きていきたいとも語っているので、恋人の存在もいずれは包み隠さず公開する日が来るかもしれません。いかがでしたか？今回は氷川きよしさんの活動休止中の現在の様子や復帰について、さらに結婚相手の正体についてご紹介しました。今後恋愛面でも音楽面でもまた嬉しいニュースが聞けることを期待し、引き続き応援しましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。